チティビオチャイス、ブラックです。ということで今回はですね、インフットボールやっていきたいと思うんですけど、今回はですね、もうサムネの通りネイマールということで、今作のネイマールがね、めちゃくちゃ強いんですよ、マジで。まあウィニングイレブンアプリ2020-2021、まあアプリでも PSO でもそうですけど、はい、あんまりネイマール強くなくて、まあちょっと残念というかねっていう感じだったんですけど、今回のこの e フットボール、まあちょっといろいろ賛否ある中で、ただドリブルはね、すごいしやすくて、めちゃくちゃしやすい。その中でやっぱネイマールめちゃめちゃ輝きが、まあこのトップスピードからの置き去りだよね。キレがね、うん、とにかく良くて、でこれ、なんだっけ、あの体張るやつ、シールドみたいな、シールドみたいなのを駆使するとネイマールのフィジカルの部分も全然気にならないし、動き出しもすごいいいんですよね。ドリブルのこのダブルタッチ、特殊ダブルタッチではないんですけど、うん、やっぱ速いでしょ。特殊ダブルタッチじゃないんだけど、ダブルタッチしてスピード取るとね、一気にスピードにも乗っていける。まあこれ最初ちょっとネイマールのプレー集みたいなの見ていければなと思うんですけど、この緩急なんですよね、今作って、うん、この、 遅くなったり速くなったり、遅くなったり速くなったりっていうのを繰り返しのこのドリブルをマスターすると結構楽しい、楽しくね、イフットボールできますね。この辺もね、結構ボール取られないんですよね、やっぱり普通に、うん、でシュートフェイン、シューキャンとか駆使しながら入れていくと、すごいね、ネイマールで自在にね、ドリブルすることができる。で、これはまあ普通にトラップしてるとかね、もうこうアプリ入るのか分かんないんですけど、こういうのも入るとね、めちゃくちゃ面白みが、アプリもトラップする自体は発動したりするけど、確定ではないみたいなね、感じで、ただここら辺のドリブルがもう早いですよ、本当に早くて、まあさっきのやつとかね、ちょっと外しちゃったりするけど、やっぱドリブルやっぱすごいっすね。もうね、なんていうのかな、ダッシュ抜いて離してみたいな、うん、それがすごいですね。相手が来ないと、まあ、こんな感じで抜いてってみたいな、結構決める力もあるんで、うん、本当にすごい良かったですね。なんかドリブルが難しいっていうよりか、多分誰でも、うん、ドリブルネイマールでできるようになってるんじゃないかなっていう感じで、そう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 、なんか難しいことする必要もなく、まあ多少は多分慣れとかね、まあ今回このインフットボールだとやっぱりちょっとその操作の部分でだいぶ勝手が違うんで、最初慣れが必要かもしれないんですけど、まあ慣れればまあこういう感じで結構、まあネイマールの面白いそのドリブル、そうだ、2日目にしてね、かなり面白かったでね、これね、これが結構すごいよね、このポンっていうこの浮かすこれ、うん、これマジ強いからね。まあ、これもね、おいおいね、動画でね、そのうちまた動画にしようかなと思うんですけど、まあ本当1対1がすごい重要になってきてるなっていう感じのゲームで、うん、まあその他のバグとかね、そのゲームの調整とかは、まあ、その1本目の動画でも言った通りちょっと問題あるんですけど、ただね、このドリブルでこのね、ヒールリフトとか、ね、すごないこれこういうのとかはやっぱウィーレアプリ2020-2021だとかだとできなかったので、これもさ、結構鋭いよね、ドリ、うん、これこういうのがさ、やっぱできるっていうのはなんかそこは楽しいよね。そうだから、めちゃくちゃね、その1日目よりもやっぱ慣れてくるとこの部分っていうのはね、かなり楽しくて、まあ本当だったら PS5 とか PC とかだったらもっと、そう、まあ、これ実際やってるの PS4 ですから、PS4 です。だからまあカクカクしてるやつでもこれぐらい、そのドリブルをだからね、一つね、技術身につけるっていうのは、まあ、今作によって多分必須なんで、まあ、こうチャージングとかもね、すごい大事なんですけど、趣味もね、そう、やっぱりその分だけ結構、まあ、タイミングとかもあるのかなっていう感じなんだけど、なんかまあ喋りたいことはたくさんあるんですけど、まあ、とりあえずはね、やっぱりネイマール強くなってるよっていう動画なんでね、うん、だアプリでもまあ間違いなくそのやれるようにはなってる感じはするよね。ということでね、ここから当たり負けみたいなのないもんね。そう、一試合ね、見て、ああいうのだと大体ネイマールってちょっとこかされたりとか、よろけたりっていうのがあるんですけど、踏ん張れるし、あとは、まあ、これも動画に出そうかなと思うんですけど、シールドとか、あとボール化してる技術とか、いろいろね、ちょっと見つけてきたんで、まあ、そういうのもね、ちょっと、おいおいね、動画に出せればなということで、これね、結構対戦相手の方もうまかった人だったんで、ちょっと一試合ね、ちょっと試合形式で、まあ、ちょっと見ていければなというなれば、まあ、その、まあ、バグとかそういうそのゲームのバランスっていうところは問題あるんですけど、慣れればドリブルは楽しめる。ドリブルめちゃくちゃ楽しい。ドリブルは楽しめますね。ドリブルはね、まあ、あれだけ言ってた甲斐があるなっていう、やっぱり、うん、あんだけ押してたでしょ、ドリブルを。で、冨安ね、うん、相手の人いますけど、やっぱりいいっすね。アーセナルとか使ってみてえな、うん、これも。これね、さ、1チームしか使えないのよ、これ選んだら、うん、それがちょっとね、残念なんですけど、いろんなチーム使いたかったの。これもうね、相手の方の冨安がめっちゃ上がって見えたんで、もうあとはネイマールにドリブルして最後は流し込むっていうね。まあだからね、これ4-2-1-3なんですけど、フォーメーションとかも結構ね、いろいろ確かめるんで、確かめられるんでね、
だからそういうのもね、フォーメとかもね、いろいろ試していきたいなと思うんですけど、何よりあのパリ・サンジェルマンしか使えないっていうの、オンラインは。そう、あの、まあ、イベントでなんか1回使うとそのチーム固定になっちゃうの、ちょっとやめてほしいよ、ね。まあ、ただ、他のなんか、コンピーとかだったらいけるのかな。そう、そのコム戦はいける、うん、普通に。でここで、ね、あの奪われて決められちゃうんですけど、まあ、あそこで奪えたらよかったんですけど、なんかね、ガチャガチャしてちょっと奪えなかったっていうシーンなんですよね。今回のその e フットボールだと、なんかウィニングイレブンの、まあ、マイクラブの初期の方にあったような、もう点を入れまくるお互い。そう、だからなんかどんなにその強くても2点は決められたりだとか、そのそういった感じで結構失点自体は多くなるゲームの仕様にはなりそうだなみたいな ね、まあ、攻撃重視になってからね。そうこれはだからなんつうの、もう殴り合いだよね、うん、っていう感じになりそうだなって感じですよ。なんかゼロで抑えるっていうよりかは、まあ守備が上手ければそういうのも出てくるのかもしれないけど、まあ、ただね、結構まあ難しかった、ビルドアップとかやっぱ難しかったりするんで。ただね、このドリブルとビルドアップとかもやっぱ組み合わせるといいね、うん、これがいいね、うん、これね、気持ちいいのよ、うん、このなんか中に切れ込んでいく感じある、ね、これめっちゃ気持ちいいのよっていうとね、結構こういう風な感じでチャンスになるんでね、うん、この1対1とかボディフェイントちょっと使ってみたりとかあのしてみてるんです。これね、ちょっと浮かしてもよかったかなっていうところだったんですけど、まあでも、うん、結構いいね、あのネイマールからのドリブルのカットインからチャンスつけれた部分でもあったんで、まああそこ結構いいシーンだったかなっていう。あとはなんかそのなんかゲーム的にはなんかそのなんつうんだろう、重力に引っ張られるような選手の動きそうがあるから、そこ直せばね、なんかもっと楽しめるのかなって感じするけど、うん、これね、ここも終点入れんのよ。おい、これスーパーゴールよ。もうドリブルでねガンガン削ってっていくっていう。そう、あのまあトラップスルーして、で、あの相手の人が1枚来たんですけど、緩急つけて中に入れ替わって体が、で最後シューキャン入れて、富安からね、なんかあのまた入れ替わってっていう、あれも一応狙いがあってのドリブルだったんで、そういうのがね、なんかね、結構うまくいくとね、普通に面白いし、うん、守備側もね、これ結構ね、面白いなってところたくさん気づいてる部分あるんで、まあ、そこら辺も喋りたいんですけど、あと本当ゲームのバランスさえ直してくれば本当ね。そう、あのただなんか1日目よりも慣れたのか、慣れたのかな、なんか慣れてしまったなこのゲームに。これやばない、これこんなこと今までのウィニングレベルでできないですよ。ヒールリフトでかわすみたいな、まあ、くさいこと流して普通にね、あのなんて言うんだろう、これは気持ちよかった。結構なんか CPU とか、あとは明らかに何だろう、格下の相手、うん、とかだったら、まあ、こういうねヒールリフトとかもなんか遊びでやるみたいな感じであるプレーはあると思うんですけど、このなんつうんだろう、まあ、普通のオンライン戦で、まあ、しかもまあしっかりやってくる、うん、戦ってくる相手で、でヒールリフトがナメップ技じゃなくて普通に強いんですよね。マジで普通にやられるからね、うん、あそこら辺もね、ここら辺もうまかったっすね。ただ、うん、あの守れるっちゃ守れる、まあ、読みだよね、一応守れる、うん、ただこの辺でやっぱりあのセカンド攻撃みたいな感じでね、あの繋げられちゃうとちょっとピンチになっちゃうんですけど、ただね、あのヒールリフトがねウィニングイレブンでね、あれ効果的に使えると、まああれ現実世界でもないけどな、でもネイマールってちょっとやるじゃん、うん、相手に対して気持ちいいよね、なんかまるでね、あの現実のサッカーやってるみたいな。ここね、あの裏通されてね、ちょっと決められちゃうっていうシーンなんですけど、やっぱあそこのビルドアップだよね、うん、引っ掛けちゃってるんで、だやっぱここら辺が難しいよね、あのちょっとここら辺のビルドアップを気をつけないといけないかなっていうシーンだったかな、まあ、ただちょっとパスが遅すぎて気をつけようにも気をつけられないってい う, そ, うそこら辺の難しさが、だからまあここら辺直せばもっといいゲーム、うん、そのドリブルもあるしっていうゲームになると思うんですけど、パスがね、いかんせんやっぱり呪いんで、うん、まあ、これは早くしてもいいんじゃないかなっていう気はするんだけどね、まあ、もしかしたらその PC とかね、PS5 とかやればもうちょっとスムーズにいくのかもしんないんだけど、そうそう、ただこのね、やっぱりドリブルゲーになってる感じなんでね、やっぱりだいぶ使用感というかね、あの環境も変わってくるんじゃないかなって気はしますよね、うん、普通に貯めることも結構できるんでね、普通に上がりを待ってみたいな、富安とマッチングするっていうね。ここでぐちゃぐちゃして取るみたいなのが、そう、まあなんかあのビルド、ここでね、結構この後が怖いみたいなね、うん、この攻撃などのビルドアップで事故って点取るっていうのがかなりありそうだなっていう、あるある、これは出てくるね、普通に。あとはね、周辺のやり方もね、まあ、PSO の従来のやり方とちょっと違ったりとか、うん、あのしてるんでね、まあ、そこら辺も慣れてくるともっとね、駆け引きが生まれてくるのかな。相手の方は結構周辺うまく使ってんのかな、うん、やっぱりここら辺 の, あのビルドアップというかね、つなぎも丁寧で、ね、ただまあちゃんと寄せてると結構足とか出すんで、うん、で2020、2021ほどの事故はないのかなって気はする、なんか強引みたいな、
な言えばあれだよね、結局のところその、まあ、ビルドアップミスだね、そう結局かなって感じです、うん、だ今のも結構ネイマールで縦行ってるんですけど、あれもあのなんていうのかな、なんかイニエスタが言ってた緩急つけたドリブル、うん、あでもあれが多分2020-2021は結構このイーフットボールかはマストになってくるの。今のはチャージングですね、チャージングとかも結構タイミングつかめるとね、あのね、うまく使うと本当に強いですね。なんかね、使いすぎるとファルになっちゃうんだけどね。このネイマールですね。ネイマールめっちゃ上がってくるで、サイドバック。中とかで使って。ネイマールからはね、ゲーム作ることもね。で、ロングキックは意外と通る。丸のね。あのフライパスは通んないけど。これはね、なんかしらね、奥行っちゃったっていうね。危ないシーンです。この手前奥が結構まだガバいね、判定がね。めちゃめちゃガバいから。ここら辺がまあちょっと難しいんですけど、だから、ね。難しいというか、ちゃんと判別してないような気がする、ね。そう。これだからね、この辺ね、やっぱりね、今のうち仕掛けた方がいいと思う、ドリブルで。やっぱり、うん、仕掛けてなんぼだと思うね、普通に。早いからさ、いやと、これね、もちろん曲がるやな。なんであのつま先チョンシュートみたいになったのか、ちょっと不思議なんですけど、減速すればもうちょいいけたかもしれない。まあね、ネイマールとか使うと、ただね、ドリブル楽しすぎてね、あのドリブルめっちゃしちゃうっていうね、うん、それがねあの、やっぱりね、カウンターにもなっちゃうんで、ちょっと気をつけないといけないんですけど、まあそうだね、めちゃめちゃ楽しくて、ね、特にこのサイドバックもめっちゃ上がってきてるから、そう、あのちなみに 4CB できるんですよ、うん、だから、あの 4CB っていう選択肢もあるんですけど、今はね、やっぱ攻撃したいなっていう、これね、ここで取られて、やっぱりあの、こういう風な感じでね、ピンチになりますね。ここはちょっと気をつけないといけないかな、うん、まあ、あの試合を、ね、あのなんかこう決めていく中ではやっぱりちょっとあそこの、ね、不用意なロストは減らしていかないといけないんですけど、うん、大場面に決められていくというところでしたね。まあ普通にサイドバックもガンガン上がっちゃってるんで、そう、このサイドバックの裏を突っつき放題そうめっちゃ上がるから、で、まあ、既存だとその 4CB にできる、まあ、いつもの仕様、うん、にはなってるんですけど、やっぱ 4CB にしないとね、ああいう感じになってしまうという、まあ怖いところですね、守備はね、まあやっぱそこの部分で、まあもともと攻撃が強いゲームっていうのもあるし、うん、まあ、そこの部分の怖さっていうのはね、出てきてるかなと思います。これ最後ね、こっちもなんか自己気味で決めて、うん、4対3っていうね、まあ、ネイマールがね、まあ、この試合だとめちゃめちゃ活躍したあの感じになってるんですけど、まあ、普通にあのやっぱりネイマールみたいな今作はドリブラーがかなり強い環境になってるんで、いやもうマッチ、あのマンオブザマッチで確か 8.5 とかだったと思うんですけど、まあ、ネイマールばっかでね、あのドリブルしたりとかしてたんでね、うん、あれなんですけど、かなりね、やっぱこういった、ね、ドリブラーがね、今ね、e フットボールではね、強いんで、これは期待していいんじゃないかなっていう、一つね、朗報なんじゃないかな。まあ、アプリでもね、アプリがどれぐらい重いかっていうところにかかってくるとは思うんですけど、うん、まあ、とりあえずドリブルのネイマールっていうのは強そうだなっていうのは結構期待して、はい、待っていようかなということで、はい、まあ、今後もねこのeFootballのところで分かったことが結構たくさんあるんで、はい、まあ、そこら辺もね、あの動画にそうだ、ね、していこうと思うんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。この動画のぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。でしょー、さらばー。